はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます BE:FIRST が結成されるまでのオーディション THEFIRST という動画を私が一から見させていただきながら勝手に思うことをお話ししていく動画あっという間に今日で44本目ということで、A、前回のシャープ18の位置の前半に続き今日はその後半戦を見させていただきたいというふうに思います、A、チームシャイニングとそれからチームワンがですね 5人5人で分かれてボイスストレーニンングとダンス練習それからどっちのチームもねボイストレーニングとダンス練習を見させていただいて、まあ、それぞれねいろいろこう課題はあると思いますけれどもみんなの協力でこう乗り越えていくというねなんか本当にみんな一緒にいる時間が長いのでもう年齢とかね今までの経験とかそういうこと関係なく本当にいいものを作るためにみんなで意見を出し合うみたいなことがすごく 自然にできている感じがねなんか羨ましくもあるような映像をたくさん見させていただきましたがさあそしたらさっき言ったように今日は「THEFIRST」本編シャープ18-2最終合宿「括弧練習最終審査前夜」「括弧閉じ」後半戦18分52秒のところから再生ポンががが上がる出来事がということで。 また何かスカイハイさんからサポ、サプライズさあ、スカイハイさん来ましたよ。さあ、スタッフさんも来て、スカイハイさん、じゃあ、本気でやる君たちに、これを言わないきゃいけない日が来たかをゲストが来てますまたこの曲の、うん、トラックメーカーの、タク・タカハシさんと、来てくれました。サングラスで来てくれました。えー、っと、 翔太たくさんです、す、と、と、うございますと <laughs> たくさん来ましたよ。えー、DJ プロデューサーソロとしても国内がアーティストのプロデュースリミックス制作アニメドラマ映画ゲームなどのサウンドトラックを監修とすごい素敵な曲をありがとうございましたとチームシャイニングがお辞儀してます。たくさんこの曲は皆さんがこれから輝いてほしいという 気持ちを込めてて作ってるんで、うん、ぜひここからどん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 もう合宿後半でラストスパートですけど、うん、ここからまた頑張ってくださいと「はいお願いしますと」とみんなも深々とお授業して「じゃあ1シャイニング言っとく」す <laughs> かそんな単位あるんですか1シャイニングっていうねさあ翔太君ちょっとねお腹誘さすながらさあ作曲した本人の前で急遽パフォーマンステッ,テッテッテン すごいね、きれがいいね、竜兵くん。い i n i n g one! いいね、空気がもうやりだしたら。ため息。空気入りましたね、目が。同じ感じにもなれて。すごいね、動きながら。そして、スポーツライト。morning! はじけた。スカイハイさんと2人で見てます。たくさん。そうだくん。マルトくん。 難しいタクタカヤさんはどう見たのかと「おおたつまらないシャリーワン」ジュノー君うん手叩いてはす素晴らしいとタクさんも笑っておりますいい感じだねだって作曲者自らこの楽曲のキートなポイントを使えた「難しくないですか?」って難しいよこの曲ってキャッチーにするっていうところにこだわってるからうん リズムのの部分と、うん、音階の広さ、もう,ほんとそうですもうすごくて、うん、この曲の語尾、うん、ラップもそうだし歌もそうなんですけど語尾の着地を意識するとなるほど、入り口も自然と多分いいタイミングで入れたりとかなるほど、ブレーキをかけるスッと放り投げるとか終わり方ね語尾の表現があるんですけど。うん ここの部分はどういうふうな語尾をやっていくかっていうのを、うん、意識していくと全体がまたグッとタイトになると思うのでなるほどもしよかったら参考にしてくださいとなるほどねありがとうございますとさあスカハ様さんはそうたくにラップのアドバイスを送ったスカハさん息つらいと思うんだけど途切れるともったいない、うん、ラップしてる時基本的に息を吸ったり吐いたりしてても基本一息で 一息の中でアクセント取ったり、声色変えたりしていく感じ。うん、マラト君ずっとなんかやってる <laughs> 一定に音の位置が保たれているとラップが上手い感がくる、うん。グローブもキープされるリズム感がいいから、それが出ると急にすげえ上手くなる気がする。なるほどね。さあ、パフォーマンスから感じたボーイズの本気度。すごい。怖い怖い怖い。たくさん。みんなしっかりと自分自身を持っていて、自分たちが発信したい、 ものがあるし、うん、あと残る人たちは全員じゃないっていうのも分かっていてもしっかりとチームとして良いものを作りたいっていう、うん、人間性の部分だったり、うん、そういったところをすごく目の当たりにさせられましたわすごいこのパフォーマンスが大きな収穫になったものも漁樹くん君本番の一瞬変わる緊張感だったりとかの疑似体験というかなるほど改めて。 本番のイメージ、トレーニングができたので良かったかなと思ってます。なるほど。レオ君本当に緊張したんですけど、審査前にすごく緊張した状態で一回やれて良かったなという、どれだけ自分が体が動かないとか、どれだけ声が出ないというのを感じられたので、それは良かったなと思いました。なるほど、笑いながらねコメントしてます。うわさあ、そして p m 六時です。この日は合宿オーディション最後の夕食となってますね。 あまたなんか外でわあまた出たお肉がいっぱいメニューはバーベキューウインナーもぶっ飛るの美味しそうですねさあみんなでまた <laughs> エビもあります野菜もたくさんあってラン君、バリうまか急に何弁ですかそれはさあそしてシュントくんとソーダくんが <laughs> なんか楽しそうに笑って塚原さんいやここに来てバーベキュー気持ちいい季節やっとるなや竜平くんちょうどいい涼しさですと 気がつけば季節は夏。わーっとみんなうれしそう。初めてのバーベキューはまだ寒さの残る春だった。昔の映像が出てます。わあまあ大輝くん懐かしいね。ぎこちない雰囲気を和ませた。おすごい。竜英くんがなんだっけ <laughs> すっかり忘れてた。るいくんじゃない、ランくんじゃない、れいくんじゃない。距離を縮めたボーイズをお互いを高め合い、うん、ライバルから同志へ。 いやーみんないい映像だよねこれ本当にだからこの日の夕食は特別だったとみんなとこうやってご飯食べてワイワイできるラン君この合宿は最後だったのでうん結構楽しい反面寂しいっていう感情があって一番最初にバーベキューって聞いてやったーってなっていた時を思い出してなるほどねランくんいろんなことを思い 返ししたた、うん、バーーベキューでしたとソーダ君人数が少ないなとか今日思っちゃって、うん、最初はプラス5人いたのかとか、うん、時は進んでるなっていうのもただのバーベキューなのにそこまで考えられるようになった、うん、結構深いバーベキューだったなっていうふうに思っててと竜兵く君みんなでお肉を焼いて食べたりしているのが。 すごく美しく見えたというか、うん、自分と一緒に暮らしてきた人の笑顔って、うん、こんなにも赤の他人の笑顔と差があるものなのかって、なるほど、感じますねと、素晴らしいね。さあ、その日の夜。さあ、スカハイさんはボーイズに伝えたいことがあった。みんな歌いながら、でっかい体育館入ってきましたよ。君とさあ、スカハイさんが、え、床に座りました。正座 <laughs> みんなもそれまねて結構ぎゅうぎゅうにみんな座ってますけど s k y −スカハイさんいや本当ね君たちはもう自分たちの意思でもって音楽を進めていくという作業これは間違いなくオーディションの最中なんだけど育成の合宿だからって言ってたと思うんだけどそれをやっぱり一番大事にしたかったのよねとそれぞれがアーティストとして伸びるのならどうだろうっていう成長とか うん、そういうことをずっと考えてきた期間があったんだけどともう君たちはもうコロナ禍で誰が選ばれてもデビューグループとして遜色ないと思う本当にうに、ん、アマチュアの段階でこれだけできる人たちなんてもう他にいないよっていう段階から、うん、もう本当に誰がデビューしてもおかしくない状況まで持ってこられたことがまず 一つはザ・ファーストの成功だと心から思っています。うん、なのでそのザ・ファーストの育成期間が今をもってして終わりますと、うん。世界を目標に戦える人材は揃ったと。テロップが出てます。かっこいい音楽後ろで。てってーン弦楽器の音。次に合うのは最終審査の会場。俺は初めて君たちを選ぶ立場に。 最終審査でな,でなって、うん、このグループでデビューしようというのを考えて発表しますと約6ヶ月間に及んだオーディション今までの映像が流れてます涼紀くんが歌ってハイレベルな要求に挑み続けたボーイズ本当ですよね全部レベルが高かったですよね そして選ばれれるのは限られた人数と、うん、今までのレコーディングクリエイティブ審査の映像も今流れてますね成長を止めなかったボーイズに感謝を伝えたスカイハイさんの映像です本当に俺も1年目だからスカイハイさんたくさん迷惑をかけたと思うし1年目の会社の見通しも見えない見通しも何もないものにかけていただいてそして 心と体を費やして、時間も費やしてここまで素敵なアーティストになってくれたことをうん心から嬉しく、めちゃくちゃ尊敬してるしめちゃくちゃ愛を持って、心から本当にありがとうございます <laughs> もう本当にまた土下座のようになってますけど嬉しいお、よくここでちょっと僕たちから日高さんにあるものが嘘でしょうだって塚早さんすごい びっくりえ、サプライズでスカイハイさんに手紙を用意していたこれやばいねもう泣いてるよだってそうたくんやばいいいのよ別に感動的にしようとかいいからね普通にやってくれたら大したことじゃないはずだ <laughs> スカイハイさんがもうしゃがんでもう泣いてるそうたくん当に大したことないんだけどはははは君え翔太そこは大したことあれとわースカイハイさんもう泣いてるよそうたくん日高さんへ え、うん、もう、喋れないじゃん、そうだくん。え、僕は、日高さんと出会い、人生が変わりました。うん、それは、The First 以前の問題で、日高さんという一人の人間、一人のアーティストから受けた衝撃や感情は、僕の音楽の表現者として、ダンサーではなく、 アーティストでいたいと思い続けてきた、うん、思いに背中を押してくれたような感覚で人生最大の選択の答えを見た感覚でしたおおそして日高さんが掲げるものは僕の一生の夢なので追い続けたいと思ってます、うん、絶対に合格してそんな日高さんと世界を目指したいと本気で思ってます本当にありがとうございます 今まででももこれからも大好きですありがとうございましたとうわーその手紙をお渡しするのねスカイハイさんにスカイハイさん大したことあるじゃねえかよ <laughs> もう竜兵くんずっと横で泣いてんだけど竜兵くんだよねあれね陽喜くん本当に日高さんと出会ってから音楽に対しての向き合い方今まで出てきた自分の自信だったりそういうものを全部初心に返ってたくさんのことを学ばせていただきました大変ご迷惑もおかけしましたしいろいろ本当にお世話になりましたが心から日高さんを アーティスト以前に人としてリスペクトをしていますと、うん、これからも日高さんのもとで成長していきたいと本当に心から思ってますなので最後の審査全力で日高さんのもとに残れるように頑張ります愛してます俊斗くんこのオーディションを受けて日高さんに出会えて常に自信のなかった僕にリスペクトの言葉を頂けたことが本当に嬉しくてなるほどねその一言は僕にとってすごく大きくて 自信につながシュントくんがんばれ。間違いなく、このメンバー、日高さん、このオーディションがなければ、頑張れ、シュントくん。本当に音楽を続けられるか不安でした。うん本当に本当に感謝しかないです。ありがとうございます。うん。リュウヘくん、日高さん、今回はこのオーディションを開催していただきありがとうございます。僕に表現、表情、コミュニケーション、クオリティ すべての表情、仲間の大切さを教えてくれた。THEFIRST は僕にとってパートナーのような存在でずっと泣いてるよりおイくん。中二になった時、本当に自分は勉強ができなくて、うん。音楽続けるか迷ってたし、うん。勉強ができないから、親に怒られることもあったから、うん。それは自分のせいでもあるから、うん。 自分を嫌いになったりもして迷、うんまあ、ってたんですけど本当に今この合宿のおかげで音楽が大好きだなって思えてるのが本当に幸せです、うん、辛いこととかがあっても音楽は裏切らないというのを身に染みてあの実感していますとありがとうございます、うん、スカイハイさんにあげてありがとうとスカイハイさんはね さあジュノン君お疲れ様ですジュノン君 <laughs> 日高さんお疲れ様です半年以上にわたるオーディション本当にお世話になりましたと僕は小さい頃から嫌でも音楽と触れ合ってる人間で歌う,ことが歌うことが大好きで上手いと褒めてくれる人がいても僕の歌を才能として認めてくれて評価してくれた人は23年間生きてきた中で日高さんしかいません、うん、今までは自分の歌に対して明確な自信を持ってなかったんですけど 日高さんに出会って合宿で一緒に過ごす中で日高さんの人間としてアーティストとしての素晴らしさを実感していくことによって自分の歌の歌に対しての絶対的な自信を持つことができました歌うがいのダンスにしても本当に伝えきれないほどいろんなことで感謝してます何よりも僕オーディションでここまで残してくれたことに感謝していますうんくオ日高さんの人柄に惚れてオーディションを受けたいと 思いました、うん、そして日高さんに出会えて人としてもアーティストとしても大きく成長ができました、うん、人としてもアーティストとしても理想の自分になれるよう努力して「上村レオ」というブランドを輝かせますと、うん、日高さんに出会えて本当に幸せですこの先も夢の先を一緒に見たいですと。うん 本当にたくさんの愛と夢をありがとうございますと。嬉しいね、マラトくん。この合宿でアーティストとして、そして一人の人間として、少しでも成長できたのは、スカイハーさん、日高さんのおかげです。日高さんに出会えたことが、何よりも人生の宝物です。これからもよろしくお願いします。と言える立場になれるように頑張ります。うまいね、マラトくん、文章。ラン君かつて本当に自分が夢としか思ってなかった。 このステージでのパフォーマンスとかダンスボーカルっていうこの素晴らしいものを、うん、古いらんとしてパフォーマンスできたことが僕にとって本当に嬉しかったしとそのチャンスをいただけたことに本当に感謝していますこんなに自分のことを考えてくれる人がいたということ、うん、そしてその僕のことを考えてくれた日高さんのことが バリ大好きで <laughs> 若いなこれからも古いエランという存在をこの世の中で証明し続けることを絶対に忘れずに頑張っていきますさあレイコくん僕はこのオーディションで音楽とより一層長くなりましたそれは日高さんが仲を良くさせてくれる環境を作ってくれてそして支えてくれたからでした頑張れレイコくんオーディションメンバー に出会わせてくれたこととステージを与えてくれたのは一生の宝物です。僕は日高さんの優しさに包まれながら夢に少しでも一歩ずつ近づいていくことができました。そしてスカ y ハイさん日高さんのような国宝かっこ笑,<笑> ひっくり返っちゃった。才能を認められたことは誇らしく思います。と。かけがえのない人生経験です。ザ・ファーストもアーティストのスカイハイさんも最高です。と。本当にありがとうございました。スカイハイさんが手をね、二つ出して、うん、ありがとうと。さあ、翔太君、僕の音楽人生において、このザ・ファーストという旗のもとで、日高さんと出会い、過ごしたこの約半年は、うん、あまりにも幸せすぎる青春でした。 ザ・ファーストは希望で光ですとそして僕たち一人一人と心の底から向き合って愛をくださり一緒になってはしゃいでくれと本当だよね音楽をより一層好きにさせてくれた日高さんが大好きですショータ <laughs> ラブレターさあみんなの手紙を受けてスカハイさん本当にさ「あザファーストこれ間違いなくいい方向にやれてるなあと思ったのは 間違いなく、君が成長したからなので、うん、君が才能を伸ばしていってくれたおかげで俺はとんでもないおっきなギフトをもらっているので良奇は伸びれば伸びるほど全てが素晴らしいあなたは全ての才能において諦める必要はないかなと、うん、心から僕が感じているのでここまで才能を伸ばしてくれて本当にありがとうございます。 わちょっと待ってくださいで、ね、泣いちゃってる我慢してたよね涼紀くんねありがとうございますとシュンとはお一人一人来たあなたを見たことがないですほんとに後ろにいらんなものが見えるのさこういう音楽をたどってきたんだろうなとかこういう音楽の道歩いていくんだろうなっていうのが我々音楽人には見えるんだけど あなたは本当にオリジン、起源だと思います、うん、すごい才能だと思います」ソータは本当にあなたがいるだけで見た目だけじゃなくて、うん、ダンスの心の部分技術だけじゃなくて音楽を使って乗って表現するということに対するみんなの意識が上がったのは確実にあなたのおかげだし、うん、あなたのラップの伸び方は俺に新しい自信をくれたし。 改めて音楽に向き合う大きなきっかけをくれたのはあなたなので、本当にありがたいところから思っております。うん、リュウヘイ君、あなたに才能あるのは生まれ持ったものでも偶然なものでもなくて、リュウヘイ君ね、音楽とリュ君が接してきて距離が近くと生まれたもの、すっかりと音楽とリュの距離が近いように人との距離も縮めていける人間になっていたので、それはすごく人として美しいです。とてもかっこいいと思います。ジュノン君は、えー、あなたのダンスの伸び方のスピードっていうのは、 ものすごいよと、ものすごい才能がある人が同じ時間一緒にレッスンしてもそこまで伸びてないかもしれないっていうぐらいの伸び幅だと思うとそれはあなたが決めたからだよねと自分を信じたとかじゃなくて踊れる人になるって自分で決めちゃったからそうなった運命をををすす。すすす。るるる力力持っていいいいとと思思まま、うん、それは尊敬ごだ諦めずに合宿ずっとやってくれてありがとうございました。うん レオくん、レオは常にいるチーム、いるチームで、このチームはこうやったらもっと大きくなるのにな、こうやったらもっといいのになということを悩める、迷える、チームのことを自分のこととして悩める、そんな人間は、人柄がいいとかいう言葉で表しちゃいけないよねと、うん、自分もあなたと同じチームにこうやっていさせてもらってるので、おかげで才能が伸びました、おお、日高さんもね、ありがとうございます、あなたのおかげです、ありがとうございますと、レオくんに深掘ったお願いをして。 マナト君マナト君は楽曲を通して出てくるマナト君の人柄というのが真面目な人なんですねという印象からその一歩先二歩先のところまであなたが僕に伝えてくれたことそしてその伝わるものがものすごく濃厚でとても興味深く心を揺さぶられるものだったこと見つけたと思いましたと。 僕がそういうふうに思ったということは多分何万人でも何十万人でも何百万人でも僕と同じようにあなたの歌に心をより動かされる人がいるということだと思いますと。うん、ラン蘭君ラン君のリモートで会った時の衝撃はね忘れられないですと。うん、でもあなたはその中でそれでも自分を高めるということを忘れたことは一回もなかったし。 ずっとずっと見続けてきた結果、歌が上手いとか、ダンスが上手いとか、全部ひっくるめて、表現をする人間として高めに上ろうと、腹をくくったように見えますと。素晴らしいアーティストだなと思って尊敬しています。ララレイコ君、あなたは持っていた才能をただ開くきっかけが18年間なかっただけであって、ずっと音楽に対して、 あなたがしてきた愛情が今利子をつけて帰ってきてるだけのことなのであなたに才能があることに何の不思議もないです音楽にあなたがもらってるお返しが僕にお返してくれてるのでもうこんなにお返しもらったら返しきれないようーんっていう気持ちです翔太君ボーイズグループでやるということが向いていないんじゃないかみたいなことを考える余地はもうないかなと思いますし、うん、常に興味をかき立ててくれるし。 もうとどういった形で音楽を表現していくんだろうどういったふうにするんだろうとかあなたがいることで翔太くんねこの合宿の最中ずっと僕のワクワクは3倍とか4倍とかに増してました心から感謝してますとスカイハイさんみんなにたくさん成長してくれてありがとうございますたくさん愛情を俺にくれてありがとうございました最終審査やってフードかぶりましたよお互い最高の人生を送りましょうさあ最後はスカイハイさんを 上げせーのわー <laughs> すごいね胴上げされてるスカイさん4回4回胴上げされましたそうねこれで本当にもう審査最後ですもんね最後の夜スカイさんわかんないけど胴上げってこんなに飛ばないんじゃないの <laughs> あんまりされることもないですよねいやーすごいいいグループだね「思いは伝えた」テレップ出ました「あとは見せるだけ」 レオくん自分というブランドを最後の審査で照明ジュノン君デビューするしかないと思っている涼くんめちゃめちゃワクワクします最終審査マジで,で頑張ります翔太君合格に対しては強い思いがありますとレイコくんやってることに対して強気というかどうだというという気持ちでそうだ君今までの全てに感謝をしてまずは合格という蘭君 しっかり自分を出せるようにやっていきたいなって思います。まなとくん、一番かっこいいパフォーマンスをする自信はあるので、しゅんとくん、すごい気持ちが高ぶる。りゅうへくん、誰にも負けてらんねえな、みたいな、うん、そういう気持ちがすごく出てきて、なるほど、さあ、富士山を見て、最後の舞台幕が上がるという、黄色い字幕が出て、ネクスト残すは最終審査のみ、最終ステージ始めます、 戦える場所を起しかないこれ次回のね予告が出てますいよいよ最終審査の幕が上がるそうかそうかそれぞれのグループもありますもんねクリエイティブ審査ねよ完成されていたねとスカイハイさんがスーツでメガネをかけて果たして夢をつかむメンバーはということで怖くても進めその鼻を燃やせということで十八の二が 終わりましたけれどもいやーそうかもう最後の夜なんですよ、ね、かバーベキューをしてみんないろんなことをこうねちょっと考えてそしてもうスカイハイさんも知らなかったでしょうねそれぞれの10人のメンバーからスカイハイさんいやなかったスカイハイさんに向けて感謝の手紙をねみんなが読む場面になりましたけれどもいやほん 本当に素敵な <laughs> 映像ですね、えー、男の人が11人あそこにね大人が集まってまあ龍ももう大人ですよね若くてもみんながこうねカメラ回っててもボロボロ感動して泣くなんていうことっていやなかなかできる経験じゃないですよねでそれはその表面的なものじゃなくて本当にずっとね長い期間、えー、厳しい審査だったと思いますけどもそれに応えて s k y −イ i さんが想像する以上の成長をこうみんなが見せてくれてもう今までも何度も何度もスカイハイさんの,ねあのお辞儀と「ありがとう」とか「愛」と「リスペクト」っていう言葉が出てきてますけれども本当にねその言葉に全く嘘がなくてですねうん,なんか見えない絆というかまあ大きく言ったら愛ですかねそういうものでがっちりとこうね掴み合っているというか結ばれ合っている。 人たちがねみんなですごくいい空間をつかっ作ってたんですけどこれもうこの10人でいい,い,いですけどねもうこうなったらっていう感じがまあ毎度ねどなたかがこう脱落となる前には思ってしまいますけれどもも,うもはやねこれはもうどっかで、ね、スカ y イ−イさんも言ってましたけどもう自分が作る、まあ、今となった BE:FIRST というグループですけどこのグループを作るにあたって もううみんなもうアマチュアと呼べるレベルじゃないぐらいねもう本当にプロのような歌唱力それからダンスをねみんなやってここまで来ましたから、えー、次回がいよいよその最終審査の、えー、TOTHEFIRST の 披露という、ね、パフォーマンスということになりますけれどもこれよく考えたらシャープ今18の2まで来ましたあとシャープ19の1それから19の2であとシャープ20でもう動画の数としたらあと3つしかないんですよね。でこれがまあその動画の分数が、えー、シャープ19の1も41分あるでしょそれで最後のシャープ20なんか1時間50分ぐらい確かありましたよね。1時間50分ということは110分でしょ。 これ何分かとしたらいいのかちょっと分かんなかったりしますけれども、まあ、とにかくでもねもう18も終わってしまいましたのですごくもうゴールが近いところまでやってきましたよねえー、ここからどういうふうになるのかえー、もう本当にもうここまで来たらね全部飲み込んで見ていくしかないですけれどもいやー楽しみでありちょっとね 苦しくもありという感じ、いよいよゴールが近づいてまいりましたけれどもえ今回はこんな感じでシャープ18の1の後半戦ということで見させていただき、あ、18の2でしたねこれね、お前申し訳ない。はい、お見させていただきました。次回からはもうシャープ19の1。 えー、トゥー・ザ・ファーストのパフォーマンスその前にまだあのユニットのパフォーマンスかなになってくると思いますので、えー、残りがだいぶね少なくなってきましたけれども皆さん最後までですね一緒に見ていただけると非常に嬉しいなと思いますということで、えー、今回もこんな感じで皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。